今日も疲れたな。それじゃあお休み。また明日。はい、おやすみなさい。私も一緒に遊びたい。仲間に入れて。ん？お前誰だ？あ、こいつ知ってる。大人が言ってた人外人もどきだぜ。本当だ。肌の色が俺たちと違うぞ。でも暗黒界に住んでるのか？人界から送り込まれた敵なんじゃ。違う。もうよそうぜ。この先あいつの家だ。あいつの母親暗黒騎士団の偉いやつなんだぜ。人海人もどきのくせにな。おーい、もう近寄るなよ。そうだそうだ。ドロシー、帰ってきたの？またいじめられたの？違うって。私だけ色が違うって。人海人もどきだって。でも何も悪いことしてないよ。どうして、どうして誰も私とは仲良くしてくれないの？ごめんね。ごめんね、トロシー。なければよかったね。なければあの人を愛さなければよかったね。正解。じゃあ次はどうかな。馬車に8人一族が乗っています。3人おりました。お客さんは残り何人だ？8から3を引いて5人。残念、不正解。なんで？俺が聞いたのはお客さんの数だから。馬車の御車が1人いるはずだろ。そしたらお客さんの数は4人だ。ずるいずるい、それすっごい意地悪。ドロシーさん、おはよう。アスナ殿、おはようございます。あの、皆さん朝から何をしているんですか？朝ごはんの材料が足りなくて買い出し班が戻るまでなぞなぞ大会。キリト、貴様ひねくれた問題ばかり出さず幼子に優しくしてやったらどうだ。エルドリアにはちょっと難しかったか？悪い悪い。違う、断じて違うぞ。答えは分かっていた。あの二人仲が悪そうに見えて意外と仲がいいんだよ。聖豪騎士でもないキリトが人々の中心にいる理由、簡単な事情と来歴はリアルワールドのご説明を受けた時に聞きましたが、よくそんな関係になれましたね。殺し合いをしたのに。いろいろ誤解があっての戦いだったし、それに互いを認め合う時間もあったからかな。私たちたくさん冒険したの。冒険の仲間になってしまえばその人がどんな立場だろうとやっぱりかけがえのない仲間になる、そういうものだって私は思うよ。私たちも参加しよう、少しの間だけ。でも召喚は。
次の問題から挑戦してもいい？混ぜて混ぜて。ぜひ。でもキリトの謎かけは難しいよ。ちょっと意地悪。立ち筋はまっすぐだというのに。なんだよ、難しくないと面白くないだろ。ドロシー、おはよう。おはようございます。こういう遊びをするの召喚初めてです。キリトさん、お待たせしました。伝令の返事が来ましたよ。暗黒騎士団さんの方で使者さんたちを受け入れる体制が整ったようです。了解。やっとオブシディア城へ行けるな。気合を入れていこう。あ、わかりました。ああ、行くぞ勇者。任せてキリト。スイッチ。すごい連携技ですね。なんでもありません。見事な大立ち回りだったので。つい仲良くしないでくれと言われてからもめげずに毎日声をかけてきたけど、ドロシーから話しかけてくれるのは珍しいな。これはもしかしたら努力が実を結びつつあるのか。教えるよドロシー、さっきの技。二人とも何の話？スイッチの話。ドロシーともできたらいいよなって。わあ、いいね、覚えよう。あ、でも前衛が飛び出して人たち浴びせてすぐ後衛に下がる。そして後衛が前衛になる。そう、それで下がる人も前に出る人もスイッチっていうの。ええ、
コツはいりますが、慣れて成功すると爽快です。そうだよね、いろんな人とできるようになるとそれもまた嬉しくて。あ、みんな前。おしゃべりは中断だな、行くぞ。君と一緒なら負けないよ。君交代頼む。わかった。ありがとう。連携はもはや慣れたものです。あ、やった、召喚にもできた。キリト、見てましたか？見てた。でも俺がやりたかった。ドロシーに教えようって言ったの俺なのに。まあまあ、機会はこれからもあるよ。1回目です。成功したよ、ドロシーさん。やったね。はい、成功しました。やりました。一緒にやってくださってありがとうございます。スイッチ楽しいですね。うんうん、カチッとはまるとすっごく興奮するよね。ドロシー殿、次は光栄で、私と連携してみましょう。本当ですか？あ、ぜひ。これは剣士として腕の見せ所がある技です。極めたい気持ちがあります。わかりますよ、剣士というものは常に強さを追い求めるものです。しばらくこの3人で練習してみましょうか。ドロシーに一生懸命話しかけてたのキリトなのに。いや、でもちょっと感動して胸がジーンとしてきた。俺さ、ドロシーに仲良くしないでって言われてて。キリト、優しくしてくれてありがとう。でも召喚と仲良くしないでください。彼女の立場上、距離を置きたがる理由も分かってたんだけどさ。でもさっき俺に見たって言ってくれただろ。ああ、今ようやく友達になれてるなってチーンとした。うん、そうだね。キリト、あのスイッチどうでしたか？悪いところがあれば指導してくれると。あと聞きたいことも。あ、
あ、何でも聞いてくれ。はい。あ。あ。でしょうか。よろしいですかな。ああ確かに。うん、なるほど。キリト、そろそろ野営しようか。ほら見て、サライが眠そう。ドロシー、サライもうお眠か。あ、はい、もうお眠です。よし、小さい子が第一優先だ。みんな野営の準備をしよう。キリト、召喚が火を見ていますから、どうぞ寝てください。いや、もうすぐ交代が来るだろう。なんか喋って待ってよ。君も他の皆さんも心が広いですね。召喚のみならず、サライにまで気を配ってくれて。案内してくれてるのに何言ってるんだよ。案内役がリピア様だったら、きっと全て完璧にこなされていたと思うので、今更ですが召喚で申し訳なく。思う必要ない。俺たち死者がドロシーでよかったってしょっちゅう言ってるよ。え、ドロシー暗黒騎士だけど、人海をむやみやたらに敵視しないから話しやすいって。道中もみんなが怪我してないか、大丈夫かすぐ気にしてくれる。ああいうの助かるよ。
ただでさえ知らない土地だ。不安なことも多い。暗黒騎士のドロシーが人海人の俺たちに真摯に対応してくれるから。キリト、ドロシーだけじゃない、サライやカイナにも感謝してるよ。連れ回しちゃってるサライはかわいそうだけど、あの子がいるから無茶しすぎないような旅程にできるし。サライは人を笑顔にするのが得意ですから。カイナには振り回されっぱなしだけど、あいつのことを嫌いな奴はいないよ。やるときにはやる奴だってもう分かってきた。カイナン殿は欲張りですが、あ、でも種族や見た目で商売相手を選ばない誠実な人でもあるんです。俺たちデコボコだけどいい仲間になれてるよね。光栄です。でもいいんでしょうか。何がだ。だってキリト、召喚と君たちは本当は敵同士なのに。敵じゃないよドロシー。キリト、もうドロシーだって分かってるだろ。待たせたなドロシー。キリト、少し寝てくるといい。うん、獣や野党の類は我らに任せよ。ありがとう。ありがとうございます、エルドリエ殿、リュソルバート殿。おかげで召喚もサライもカイナン殿も安心して寝られます。何、気にすることではない。ああ、当然のことだ。何を今さら。その温かくして寝るんだぞ。はい。そろそろ目的地が近いのかな。あと少しだな、オブシディア城。どんなところなんだろうな。なんだろう。な、何？すまん。ん？実はそれと。でも、それは、すごい。今
どういうことだ。はい。はあ。お待ちください。おやおや。どういうことだ。なるほど。ああ、
行くよ。今で。Yes!
よっと。そこで止まれ。ドロシー、サライ。リピア様。リピア様。暗黒騎士団所属の騎士、シャスター様の第一の部下、リピア・ザンケールさんです。なぜ勝手に人海へ行ったの？任務を拝命したのは私だと説明したはず。リピア様、ドロシーを怒らないで。ドロシーね、リピア様とシャスター様が。私とシャスター様が何？ご婚約をされたと聞きました。あ、なるほど。ドロシーがしてきた無茶の理由がようやく全て分かった。この人のためだったのか。お二人がかねてから思い合っていたのは召喚も分かっておりました。敵地に和平の使者として行くなど死にに行くようなものです。事実、召喚は使者の書状を手にしてから DIL に追跡されていたのか詰め所で襲われました。仕方なかったの。ドロシーはサライにさよならしに来ただけなのに。DILが。ドロシー、そうであってもせめて相談くらい。あなたはこんな召喚にも優しくしてくれる方です。きっと一人で行ってしまう。
それが分かっていました。人界にたどり着いた後、ベルクーリ殿の庇護を得られたので傷一つなくこうして戻れましたが、人界人との接触の方法が今回とまた一つ違えばどうなっていたか分かりません。行くのはあなたじゃない、召喚であるべきでした。これは絶対です。シャスター様に手打ちにされても、今ここであなたに粛清されても構いません。召喚はあなたが今も無事でこうしてシャスター様のお膝元にいてくださることに何より安堵しています。この安堵のためにあなたからの信頼を裏切る背徳行為をいたしました。どうぞいかようにもしてください。そんな、リピア様、シャスター様がお待ちです。分かっています。人界の皆様、お見苦しいところをお見せしました。私は暗黒騎士第11位リピア・ザンケール。これより皆様をオブシディア城城下町へとご案内します。ドロシー、そう気を落とすな。無断の単独行動は確かに規律違反だが、団員の中では褒めてやるべきだという声も多いぞ。いえ、そんなことを言っていただく資格は。何を言ってる。ああそうか、勘違いさせてすまない。違う、お前に温かな言葉をかけてやってるわけではない。シャスター様の懐刀であるリピア様を失うのは断としても痛い。だからお前が言ってよかったと言ってるんだ。お前なら死んでも悲しむ者もいないからな。おい、ちょっと聞き捨てならないな。仲間に対してそれはないんじゃないか。仲間？こいつが？確かに同じ団に所属している団員ではあるが、いやいや、こいつとは永遠に仲間にはなれない。あんた何なんだ、さっきから。キリト、いいんです。いや、よくないだろ。おい、ドロシー、お前、自分が滞在の子供だってことを話してやってないのか。じゃあ代わりに教えてやろう。こいつはな、人界人と暗黒怪人との間に生まれた忌まわしき娘なんだよ。気持ち悪いよな。だが死者にはぴったりだ。暗黒界にも人界にも居場所がない、まがいものなんだから。おい、あと一言でもドロシーを貶めることを言ったら。ふん、どうするんだよ。今ここで俺を殴って交渉を台無しにする気か。リピア様が不審な目で見ていますよ。もういいでしょう、先に行ってください。ふん。ドロシー、大丈夫かい。皆さん黙っててごめんなさい。怒っていますよね。それを知ってたら仲良くしなかったって。そんなわけないだろ。ドロシー、ちゃんと話そう。召喚のことはまた改めてご説明します。朝、オブシディア城城下町へ急ぎましょう。東の大門からここまで長い旅路だったでしょう。一度旅の誇りを落としてからオブシディア城へ来られるとよいかと。十行がお待ちなので右礼にして来てくださいねってことですよ。皆さん、
商談ってのは見た目の印象も大事ですからね。海南。おお、怖い。ではここでの拠点に私がご案内します。さあ、ここが新しい拠点ですよ。皆さん、中に入って荷物を置いてください。カイナ、ちょっといいか。ドロシーのことなんだけど。彼女のご両親のことについては、ご本人から聞かれた方がいいでしょう。それもなんだか、暗黒騎士団の中で、その、うまくいってないのか。キリトさん、私が言ったって言わないでくださいよ。私はお金さえもらえれば何でもいい人間なんで、相手が人族だろうが亜人だろうが気にしないんですが、ドロシーさんのことを汚れていると認識している人たちは多いです。お母様は元暗黒騎士団の騎士、しかもシャスターさんの盟友だった方でして、彼女に憧れているものは多かったそうです。そんな方が敵地の人海人の男と、というのも悪感情を生んで、とドロシーさんも暗黒界で育ったにしてはお優しすぎますからね。力では負けていなくても心で一歩引いている、そういうのを団員たちも感じ取って、こいつはいじめてもいいと思ってしまう。それで現状はああなわけです。守ってくれる奴はいないのか。庇護者がいないわけではないですよ。リピアさんとシャスターさんがそうです。二人のおそばにいるときは守られています。だからなおさらドロシーさんはリピアさんのために命を捨てる覚悟で人界へ行ったんでしょう。恩を返したかったんですね。暗黒騎士団はシャスターさんのご意向に沿い和平賛同派ですが、全ての者が納得しているわけではありません。しかし強い者には従えが暗黒界です。シャスターさんには逆らえない。だから半分人海人のドロシーさんにたまった不満をぶつける。先ほどの暗黒騎士さんたちの心理はこんなところでしょうね。そんなのあんまりだ。ドロシーがかわいそうだよ。ですがドロシーさんがドロシーさんである限り、この問題はずっとついて回ることですよ。人界に至って同じことが起きるのでは。人界の者たちは暗黒騎士の彼女を恐れませんでしたか。半分は人界人だと知っても恐れは消えないでしょう。彼女はそういう存在なんです。でも和平が結べたらドロシーさんのような方は珍しくなくなるかもしれません。カイナ、さあ、あまり長く話してると内緒話をしてると思われます。我々も中に入りましょう。オブシディア城へ入れば和平会談でしばらく外に出られませんから、準備ができたらお声掛けください。